ツアーの東京ドームで行い、前の日と合わせて11万人を動員しました。 7月に2年間に及ぶ兵役を終え、 これが日本復帰公演となったリーダーのイチクは、 涙と笑顔でファンとの再会に感謝。 これからは僕が一生そばにいますよと流暢な日本語で誓いました。 旅行は大阪、福岡と移動して初の三大ドームツアー成功を目指します。さあ、そして福岡と